はい、こんばんは、ドンです。今日も信長の野望大使 PK 斎藤道三編続きをやっていきましょうか。さて、前回は清洲城が陥落、信長の清洲城陥落ですね。で、婿殿を救うために道三は、犬山城を包囲されている、包囲されている犬山城の、松平元康を撃破するべく今川義元に宣戦布告したところ、清洲城にね、部隊が集結してますね。ちょっと厄介かな。で、斎藤義達との戦いは続いてるまま、できればね、本当は義達を素早くやっつけたかったんですが、ちょっとそれを待ってると信長が滅んでしまうんで、行きましょうという感じですかね。ではいざ。というわけで今日の初戦から、いやー、いきなり重いな、いきなり重い松平元康戦。軍技力116はさすが。どうかなこの戦。117、115。さすがですね。111、118。さす、強い。116、121。あ、スペックは雲泥の差ですね。あ、スペックがすごい。今川家って農兵精錬あるんでしたっけ？やたら強いな、今川。ほう、ばらまき、ばらまき。ばらまき、ばらまき。まあ、ばらまき、ばらまき。金。これでまあ、なんとかやるか。これでなんとかやりくりしますか。よし、いざ。いやー、これ思いっきり引かないとダメですね。スペックが違いすぎる。幸いね、向こうに、のろしがない。まあ、もともと向こうも兵、これがマックスなんですが、ちょっと下がって、とりあえず。まあ、早めに舞姫貯金して、いやー、これまた、これまた辛い。武田ほどではないにしてもね、武田ほどではないにしても、さすが。まずは、直虎が爆発。舞姫貯金開始。舞姫貯金して、皆さん、どうかお気をつけて。踏まないか、これ。踏まない系か。踏まない系だな。あー、困ったな。困りましたね。始めるぞ。ひー。ちょっとチラッと様子見に行って。ご命令ください。始めるぞ。見つけた、見つけた。見つけて撤収。ご命令ください。覚悟しろ。今が好機。お。ああ、一部隊か。出てこない。まあ来ますよね。そら来るさ。そりゃ来るさ。始めるぞ。切り込め。敵の居場所知れました。よしよし、たっぷり流れた。4部隊やりたい前ん。いや違う、1部隊か。今もうちょっと流れたつもりだったんですが、さて、明智光康がおびき寄せて、今回ね、おとり挑発持ってきてないんですよね。覚悟しろ。ご命令くださいませ。家康、元康がもうちょっと前に来たら、一部隊か、一部隊か。あ、今3部隊入った、入りましたか。ならよかった。覚悟しろ。了解了解。なちょっとあのマイナスが 見にくくて。やりたい、お願いします。さて、おっと、前突。前突に関してはちょうどいいものを持っている。
もうちょっと接近してからですね。いや、早めにやらないとあれが入らないか。やりたい。前。さあ、共有入れて今のうちにボコる。浅はかない。微調整、微調整。ゲチを始めよう。もう一人の婿殿が、やりたい。前。シンプルか。いいぞ。やりたい。前。うひょー、激しいですね。激しい。お願いします。よし、二部隊吹っ飛んだ。前突で、ね、S ランがついてますね。舞姫貯金行きましょう。油断したようですね。貯金が終われば無理やり抜けるのか。三河魂だが、渡辺守綱撃破。ゲチ始めるぞ。私名動作もだいぶ削られましたが、私名始めよ。あー、早いな。さすがに早い。覚悟せよ。さすがに早い。一回下がって、覚悟せよ。一回下がって始めましょう。貯金したとこ、おー、 U ターンしてくる。溜まったところで来るな。来ますね。次の、あ、これ危ないぞ。何気に危ない、何気に以上に危ない。ご命令ください。始めるぞ。狙われてる。前。舞姫貯金がそろそろ終わるはず。示すは今だ。よし、いや、終わってない、終わってない。まだまだまだ待ってる、まだ待ってる。そろそろ舞うのやめてほしい。そろそろ舞うの終わりにした方がいいよ。あっと、まずい。あ、来た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 。危なかった。浅はかない。始めるぞ。危ない危ない。覚悟せよ。やりたい。前へ。攻撃無効化のうちに無理やり突っ込みましょう。いやー、強引三河武士、明智光康も、そして、頼りになる息子斎藤利春もやってきた。もうデバフは消えた。しかしなんとか、いやー、厳しい。共有がなかったら終わってましたね。共有がなかったら普通に負けてた。見えていたことよ、すべてな。いやいやはや、グググググググ、切るわけにはいかない、切るわけにはいかないな。瀬名姫は、瀬名姫は切るわけにはいかない。かたじけのを存じます。犬山城を救った、一旦撤収ですね。一旦撤収。いやー、これはしんどい。うわっと、強引だな。これより表情を強引。輝きが少ない。あれ、なんかやたら輝きが少ない気がする斎藤家。気のせいか、それともなんかデバフでもあんのか。これデバフでもあるのかなっていうね。備えあればやってるからよしか。まあこれでいこう。とりあえず一人入れて、戻ったら迎撃に行くしかないですね。で、右方城はムー8000、まともにやるしかないですね。今川はね、もうね、うちか織田しかないんで、これからもう今川とはずっと戦うことになるでしょう。武田は幸い長尾があるんで、いざとなったら
長尾から兵を借りて突っつくっていう手もあるんで、ただこれはきついな。とりあえずあれか、旧あの旧姉が麹系、旧姉が麹系を入れて何日、12日間に合うだろう。いやそんな大河系の仕事とか恐れ多い、恐れ多い。かしこまりました。いやとりあえず、とりあえず頑張るしかないかな。闇取引やってるか。あ、備えあれば切れたのか今。ちょっと失敗したかも。取引を行いましょう。証券進出やって、あーでもこの証券落ちる可能性が高い。証券進出はせず、取引を行いましょう。ありがとうございます。よし、これ落ちるかもしれないですね、右方城。ただ右方城落ちても奪回が効くは効くのかな。奪回が効くは効く。落ちたら落ちたで、ね、うわー六角が織田を攻める、助立ちいたす。これはきついですね。これはまず本当にきつい。1500、これは迎撃してほしい。入った、入って、志果たさずして昭和を得られ、まさか六角まで来るとはね。で武将帰ったんですけど、あれ、あっち行くの。まあいいけど、これはやばい。2ヶ月持ってほしい。いやこれはこの8000、うちの兵力は全軍合わせて3000、4000、5000、どうだ。桃地三代みたい信長、あー終わった、終わるか、うっそ。しかもこれ打って出た、打って出やがった。なんで長島で戦わなかったの。いやーこれでなんで長島で戦わなかったんでしょう。なぜ長島で戦わなかった。それは自殺行為、あまりにも自殺行為。これはうつけですね。助け行くか。2500、4000、相手のヘルクは倍。いやーちょっと今のはないですね。今のはないな。わざわざそんな、相手のヘルクはこんな感じ。やりましょう。斎藤と神保講和、あ危ない。これ斎藤神保講和したってことは、志果たせず、春久君死す。信玄がうちを狙っている。いやはや、いやはや、いやはや米が欲しいな。いや、いっか。神保、いや、まあ、神保は来ない。神保は来ないでしょう。それより斎藤家がもう一回再編成してくる可能性かな。とりあえず闇取引も切れた。まあ、もう一回やり直すんだったら、今日のスタート地点ですかね。承知いたしました。これで、行きましょう。
美月がいなくなった。なるほど、どうやらお味方が捕らえられました。どうやら、いやーこれは厳しい。さて、まあこの戦いもね、十分以上に苦しいんですけど、この戦いも相当苦しい。柵で時間稼ぎかな。よし、これでいきましょう。いやーこれはだいぶ厳しいですね。誰に続け、敵の部隊数が少ないんでワンチャンあるかと思って行ってみました。でもこれはどうやら、そう、あの最悪義達に滅ぼされるんだったら回収がありえるんで、それはちょっとね、最悪義達に滅ぼされるのは、まあ義元に滅ぼされるよりはマシかと思ってます。ご命令を。手を打とう。ご命令を。どうかなこれ。どうかなこれ。どうかな、どうかな。覚悟せよ。ご命令を始めるぞ。弾がでけえ。始めるぞ。微妙に避けましたね、あいつ。敵の居場所知れました。敵の居場所知れました。うわー来てるぞあいつ。やりたい。あっちは来てる。覚悟せよ。動かねえか。動かないか。動かないか。こいつはまずいですね。左翼に来られたら割と終わり、おしまいコースです。しかしこの状況では、しかしこの状況ではどうにもならん。始めるぞ。やりたい前。まさか動かなかったか。動かなかったか。これは非常に良くないですね。始めよ。鉄砲100でも持ってくればよかったですね。敵の居場所知れましたな。この見えてるぞ感のある、見えてるぞ感のある。ゲチ、愚か者には死あるのみ。始めよ。ご命令を。動かねえ。動かねえ。敵の居場所。これダメだ。知れました。ご命令。手を。百の鉄砲持ってくるべきでした。我が命に従え。もうこれ攻めるしかないですね。我が命に従え。始め。来ないのは厳しいな。始めるぞ。ご命令を。始めよ。覚悟せよ。やりたい。施設処理よし。岡部が U ターンしたら共有入れます。やりたい前。ゲチを始めるぞ。やりたい前。 U ターンした。ここで共有。愚か者には死あるのみ。共有して速度デバフかかってるんですが、それでも
う、あっぶね、危ない、うおー、速度デバフかかってるんですけど早いですね。速度デバフかかってるんですけど早い。そこはさすが岡部か、さすがの岡部。うん、釣られてる釣られてる、前そっち行かないで始めよ。敵の、うわー、なんでそっち行っちゃうの。やりたい前、やりたい、もうちょっと、もうちょっとで一回行ける。よし、かかった、かかった、かかった。命令負荷がやっと終わった。始めるぞ。14、44、51。もう一息。士気が削れない。よし、削られた。よしよしよし。やりたい前。よしよしよし。やりたい。いやあ、100の鉄砲連れてきましょう。100の鉄砲連れてこよう、次の時は。それが乱世の聖堂よ。でこれはさすがにどうにもならないんで撤収します。強いて言えば4400であれば4400であれば、つっつけば、あのつっつくことで武将が戻れば犬山城籠城成功にするな。長島をね、いや長島からね、長島にね2000兵がいて、長島城の上限がその時2000ぐらいだったんですよ。で長島城で戦えばワンチャンあると思ったんですけど、まさかね、まさかねっていうね。さて超危険な右宝城を誰かに守らせよう。右宝城にはもう一人の明智、いや堀田道具に守らせるのは死亡フラグだと思うんで、俊春くんはちょっとな。かしこまりました。で松倉城に明智一族入れましょう。かしこまりました。長島城に明智一族、で今うちの中世ってちょっと回復したのかな。一応もう最悪黄色なんで、姉が小路頼綱はあげましょう。中世青くなる、なった、よし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 、かたじけない。で兵数回復して、かしこまりました。フェス回復して頑張って、かしこまりました。頑張ってフェス回復して、右宝城は戦場上限よし。でもないでもない、美濃金山、さて闇取引をするか、いやまあボールイ作りましょう。ボールイと砦と準剣場3点セットで、これで守りつつ、ちょっとつっつきます、つっつきます、つっつくとして、プラス宣戦布告米が欲しいレベル、
ただ民中大丈夫かな。志特性でマイナス5。よし、先生ここまでもらいに行こう。ああと浅井朝倉とは組んでもいいかなと思ってます。もともと今回あんまり西に行くつもりないのと、まあまあまあ、あと証券的にもありかなと思うんで。承知いたしました。浅井朝倉にかしこまりました。投げときます。でよし、これでつっつくか、やるか、やりましょう。いや、打っててんの？終わった。これは終わったな。これは終わった。打って出るのはダメ。打って出るのはダメ。打って出ちゃダメでしょう。ワンチャン、ワンチャンに期待。これでもしかすると舞台が戻るかもしれないんで、あ、戻った。よし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 、戻りました。戻った。よし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 。いやー、これはナイスゴール、ナイスアシスト、ナイスアシスト。どうだ。どうだ、このナイスアシスト。よし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 。我ながらナイスアシストすぎるだろ、これ。いやー、向こう殿はね。5500。何日？ 35 日。35日。もう一回行きましょう。もう一回つつきましょう。あ、5500だったら援軍出せば倒すことも可能ですね。と言ってたら、さっきあのノップが出撃しちゃったんですよね。むしろ倒しちゃった方が、その後ピロリを狙えるか。倒すか、倒しますか。ただ、高原スタジオが間に合わないんで、松倉ゲロかな。松倉プラスゲロプラス回復するだけ回復した右方城。28日、26、あ、間に合うのか。いやー、あれ、あれ、あ、僕なんか間違えてるな、これ。まあいっか。ちょっとすいません、一回つつきにします。僕がちょっと舞台配置間違えちゃったんで、一回つつきで。右方城にあの明智と俊春君両方上司にしちゃった。つつき&つつき、つつき&つつきで。我に続け。武田と斎藤が輪を結ぶ。そうです。よしよしよし、帰った。いやー、よしよしよし。よし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 。論議しましょう。闇取引用に。農業も欲しい。いやー、論議欲しい。戦闘用の備えあれば憂いなしと、あとその闇取引用の、闇取引の論議も欲しい。農兵徴用、買い。これ必要、今。いやー、これはね、ギリギリのギリギリですね。ギリギリのギリギリを続けている。承知いたしました。で、多分右方城安全になったんで、今頃ですけど証券進出します。で、
ちなみに調略は今川？特にないですね。特にない。六角。本願寺。調略としてはちょっといまいちかな。道さんが誰だ。ちょっと面白いかもしれないんで武田にやっときます。いや待って、斎藤に対しては聞か見込みなしか。はそうですね。上司松倉城に末の息子を中性バフでね、だいぶ有能になってます。かしこまりました。さあこれで闇取引するか、闇取引するか。斎藤対斎藤、いや今やめちゃうとさ、義達が信長滅ぼしかねないんで、できる限り引っ張ります。乱世はうつけの天下を望んでおるわ。そう思うならね、そう思うならもうちょっとね。使いの者が来たようです。ちょっと一旦拒否。下地止めまで持ってっちゃいましょう。ああ13結構あったな。さて、はっ、かしこまりました。こうかな。承知いたしました。よし、そろそろね、そろそろ実はですね、武田の季節なんですよ。武田が内か長尾しかないんで、ただあのですね、本願寺はあれなんですよ。本願寺と組んじゃうと武田と本願寺が同盟してるんでダメなんですよ。せめて武田本願寺の同盟が切れたらですね、武田本願寺の同盟が切れたら本願寺をこっちに引っ張り込みます。今時点はちょっとみたいな状況です。あれ、あ、織田か、これ。これ、織田の証券か。織田の証券ですね。はっ。沼田か。六角は、いや、別にこれで。ご命令を。さて。内容はもうこっちは中止で、正直沼田はいまいちでした。承知いたしました。今川、あれ、畠山、遊佐継光もね結構いい武将なんですよね。遊佐は悪くない。遊佐だっけな。いや最近なんだっけな、鎌倉時代か南北、鎌倉か南北かの話を読んだ時に遊佐の先祖が出てきて、かなり面白い仕事、面白い働きをしてたんですよね。なんかすっかり忘れちゃった。まあいいや。投げるにも微妙ですね。ちょなんかね、本田正信とかね来ないかなと思うんですけど、黄色だとちょっと微妙ですね。いやちょっと投げてみよう。いや、ごめんなさい、やっぱやめとく。お金貯める。お金貯めて、本願寺鈴木って魚手でした？でしたっけ？突撃ですね。すいません。違ったみたいです。とりあえず、織田今川と、織田六角、織田斎藤、ここの、
決着を見ないとって感じですね。である程度溜まったんで、これワンチャンあるか、こっちから進行して郡上八幡1万お米がないけど、来月までお米を貯めて、お米を貯めて、かしこまりました、お米を貯めて不義の一家で世を乱すさて我が義の刃を持って成敗せん、武田の季節のようです。うわー、今川と今川と合わせやがった。今川と攻撃合わせてくる。なるほど、右方城はね良くないですね。ここですね、深沢、深沢で撃退して48日10日7200、いや、まず一撃で倒す、まず一撃します。そんなに兵疾兵出せないだろう。2ヶ月、まず一撃して吉本を倒す、返す刀で武田信玄を連戦で倒す。自分で言ってたらそんなバカなと思ってるんですけど、そんなバカなそんなバカなっていうね。忍び暗躍、忍びを暗躍させる、浅はかなり、これは変わ、パッと見変わらないんですよね。よし、北条長尾、助太刀いたす。風林火山来ますね。わしの戦を見せてやろう。38、かなり早くなったな。そう、あ、まあここと同じか。我が志必ずや果たさ。信長打って出ないよな。打って出てないならまだよし。これどってんのこれ。浅井が大垣攻めて六角、いや違う、なんだこれ、稲葉山に集結中。志果たさずして昭和を得られる。農政連早い、信玄が早い、早い、さすがに早い。これは14600、浅井長政、いや今川斎藤ではない、あれ、いや今川が斎藤攻めてますね。これ今川斎藤攻めか、はは、これ斎藤がむしろ大ピンチですね。義辰大ピンチ、ではまず一撃で殴る、一撃で倒す。さてこれをまずノーダメージで倒す。ノーダメージで倒せる配置じゃねえなこれ。ノーダメージで倒せる配置ではない。最高列ここ、罠を置いておいて、
ラス1沼金柵さて、いやー後ろパターンはねしんどいですね若干。あ、僕今徴兵号令ありました？自分の対面に全く気にし、徴兵号令はねすいません普段意識しないんで視界外だったかも。私命ご命令を覚悟せよ覚悟せよ我が命に従え。ご命令くださいませ。ご命令を。どうかな。さあご命令を。シュート殿が敵の居場所知れました。撤収始めよ。一部隊か。このままでは。ああマイヒカンチョキンしか。ああでもまあもうマックスなんで。いやそうっす、やっとくか一回。皆さん行きますよ。すいません鉄砲持って、結局鉄砲持ってき忘れた。始めるぞ。手を打った。敵の居場所。よしよし。ただこれだと帰っちゃいますね。吉本が帰っちゃうパターン。吉本にさらに当たる2連発。貯金が帰ってくる前に共有ぶっぱしたいんですが、これでは一部隊だ。ご命令を。足軽隊前へ。やりたい。回避持ちか。前へ。手を打った。もうちょっと。ああこれはまずいことになった。これはまずいことになった。始めよ。息の根止めてくれよ。セクズシ。よし、そして共有、舞姫帰ってきた。舞姫が帰ってきたぞ。始めよ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。もう一発行きたい。やりたい。前へ。よし、吉本そのまま。負けのよう。そのまま沼に落ちてほしい。ご命令くださいませ。覚悟せよ。一回共有入れて。我が命に従え。月夜始めるぞ。我が命に従え。お、早い早い早い。始めよ。よし、いけるいけるいける。よし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 、5700。まず吉本を撃破する。勝ち抜く。これは兵士。それが乱世の正道よ。平井は逃がす。片付けない。倒して返す刀で武田信玄。行くとしようか。よし、ごめんね。よし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 。いやー今川を倒してね、返す刀で武田信玄とかね、なんかもう戦略がもうね、中二病じみた戦略でいいですよね。戦略がね、ナロ系かよって感じですよね。これにて表情を終える。よし、デチュ斎藤今川
とりあえず一旦織田の窮地は救ったかな。一旦織田の窮地は救った。かしこまりました。で、金銭収入が減ってる？はマイナス2500。斎藤との講話はね、あの小田斎藤が講話しない限りはちょっと、逆に言うと、いつでも講話できるっていう状況ではあるんで、やばくなったらすぐ講話します。自分がやばくなったら。我ら王道を行かん。補助宇治国太田助けます。勝つ、偉い。よし、来た。待機せよ。さあ、兵数は悪くなし、兵数悪くないですけど、問題は相手が本体ってことですね。正面突やるか。貝の虎、名将貝妃、オブ兄弟、真田秋山、お、諏訪勝頼がいますね。勘助、いやー、これもいいな。これもくっそかっこいいですね。くっそかっこいい編成できましたね。諏訪勝頼、これはとつりましょうか。おとり挑発、敵の兵士数がどれくらいだ。500、300レベルなら前衛突破して1220。いやー、これね、もうほんとね、素晴らしい、素晴らしすぎるメンツで、武田義信もいますね。これね、これがね、義信が大将だったら理想でしたね。あ、信繁もいるじゃん。これ、ここが、星名さんなのがね、唯一の非常に残念なところです。武田義信か、武田信繁で来てほしかった。お鳥、鳥ブーストからの奈落からの金、じゃんじゃんからの鳥、もう一丁鳥ブーストかけてパパッと走りましょうか。こっちに逃げられるのが厄介。言うてちょっとどうにもならないかな。もうあとはせいぜい神出鬼没ぐらいか。金でいいや。金3連発行きましょう。これでパパッと行きましょう。あと一応奈落1個置けるから適当に。いやー、今回ね、スペックがやばすぎるんで、できれば、当然のろしありますしね。当然のろしがある。内藤とオブが穴に落ちたところをまずボコる。こっちも穴に落ちる。秋山登場。我が命に従え。覚悟せよ。皆さん、どうかお気をつけて。かかれ。名乗りが甘いぞ。ゲチ、始めるぞ。横槍を入れ、まず前衛突破。
やりたい。まあこれぐらい、あーっと、やりたい前へ。よしよし、ねえ、覚悟せよ。突破しましょう。我が命に従え。で、舞姫貯金スタート。舞姫貯金スタート。負けるわけにはいかないのです。まさか、破れるとは。ちょっと動きが呪い。なあ、もう穴だらけ。本当に穴だらけですね。やりたい前。信玄相手にはね、まあ、強撃すればなんとかって感じですかね。さすがにやりたい前。ずっと命令不可中。よしよしよし。おお、そろそろ貯金が返ってくるはずなんで、早く息子へ早く。奇襲が入って防御力が一時的にダウン。トシタル君が来る。奇襲もう一発。平面前進して、あ、貝の虎。平面前進して逃げ道を塞ぐ感じで。まだ命令か。よしよしよし、いい感じ。貯金まだ、貯金まだ。そろそろ舞うの、そろそろ舞うの終わりでいいよ。きたー、よし。暗かった。あーっと、強撃されている。もう一人来ちまった。だがこれは間に合うまい。よっしゃ。というわけで、吉本撃破&信玄撃破。やりたい前へ。そうだ、おとり、おとり挑発。勝ち抜く。これね、誰か知るところ、一人でいいからね。一人でも。このさ、このさ、よりにもよってさ、よりにもよってさ、このドヤ顔でね、下ってきましたよ。まあもういいけど、もらうけど、とりあえずもらうけど。いや監督官令を保護したことで、長岡とね、同盟結ぶ大義名分がね、みたいなね。いや、よりにもよってお前かよっていうね。よりにもよってにも程があるでしょう。手を打とう。これこっちかこっちか。いや、こっち。今郡上八幡に行くっていう選択肢、おそらく元康にコテンパンにやられる。おそらく元康にコテンパンにやられるんで、お米がきついぞ。進め。お米がきついぞ。手を打とう。お米がきついぞ。進め。お米きつきつ。当然松平元康勝利。下手すると ありゃー、しまった。せめて2部隊に分けるべきだった。せめて 2部隊に分けるべきだった。これ騎乗。
よし、いいですね。竹中半兵衛と交渉できますよ。これワンチャンありますよ、竹中半兵衛。竹中半兵衛と交渉はちょっと熱い。竹中半兵衛ガチャが来たかも。竹中半兵衛ピンポイントガチャ。徴兵号令ありましたね。ごめんなさい、見劣ってたわ。徴兵号令一応米は全然持つんで、80日持つんで、さあ竹中半兵衛ピンポイントガチャやるしかねえ。そそ一旦怖かったするか。そうそ、いやーで、まあでも、まあぐぬぬぬぬ、あれ織田と同盟切る、ご命令を。ああ、そっか、直の娘じゃないからか。まあでも、でも更新します。本当は滅ぼした方が絶対いいんですけど。どうしようかな。どうしようかな。あるかな。若い嫁をもらう時が来ましたか。若い嫁をもらいましょうか。若い嫁をもらいましょうか。お市はさすがにちょっとね、お通夜で、お通夜はありでしょう。お通夜で若い嫁をゲットします。かしこまりました。その代わり俺はね、何としても守りますよ。何としても守りましょう。で、これ状況的には浅井同盟、あ、そろそろいけるかな。あ、浅井がいけましたね。かしこまりました。いやー、ちょっとね、なんだろう、織田家の姫、あの史実姫を史実武将でもらうことに若干抵抗はあるんですよ。なんかほら、カップリング中じゃないんですけど、なんか秋山信とも以外でごめんねみたいな。で、右方城立て直しですね、防塁。商人町巡検所、よし、これでいきましょう。で、徴兵号令するか。あ、闇取引来た。微妙、行きましょう。まあとりあえず兵糧これ六角が競争を攻めてる。六角が、あ、なるほど、秋山を部下にしてね、見せつけるレベル。7200、おっと、受刑人とね嫁にしたかったレベルですね。だから残念ながら今川的外交交渉してね、受刑人を嫁にもらうとかもね、かなり奥から来ている。ちょっと一回籠城戦で防いでほしいな。一回籠城してほしいな。残り16日、郡上八幡終わったら助けに行くから、ちょっと待ってろ。大崎ぐっちゃぐちゃですね。これ六角に勝ってほしいな。松平勝つか。勝ちますね、強いな。六角では相手にならなかった。攻め込め。え、ああ。まあまあまあ、これはサクッと。見えていたことよ、すべて。郡上八幡。これで
手を打とう。もう武将入ってるか稲葉山。こうなってはこうなっては滅ぼしきるか。手を打とう。ちょっと待って、ちょっと待って、迎撃してからですね。22日、部分入城。三好野にも城をあげましょうか。三好野に城をあげる。姉小路、いや三好野に城をあげるか。とりあえず騎乗しましょう。これで一旦帰って、松倉下呂森郡上八幡あたりぐらいから斎藤相手の戦場上限か。いや斎藤はもうこれこの勢いで野戦なく滅ぼし切りたいかな。あー本願寺と通称ぐらい。確かに。あえお別動隊。あ違う、結局あこっちか、ごめんなさい、関係ないや。今川と織田講和だ。やったやったやった。これで僕も今川と講和しよう。何気に今川、もう織田って今川しか敵がいないんで、これで一息ついてる間に斎藤滅ぼしましょう。滅ぼし切りましょう。いや無理か、いや無理か、いや無理か。ただどっちにしても武田がな、ダメか。木曽福島を攻めて、武田がね当分、あまあですね、大丈夫大丈夫、武田はまだ当分って感じですね。あれ？あ、まだ落ちてないんだ、大垣城。米を買いましょう。これはね、元闇商人のね、ドンさんのね、腕を見せるときが来ましたよ。浅はかなり。ありがとうございます。よし！転売。取り計らいます。無限ローテーション。売る、買う、売る、買うで無限に増やす。無限に増やす。かしこまりました。ちょっと待って、無限ローテーションは22で売って13で買う、どっかで失敗するまでは買い続けるってことですよ。取り計らいます。あーでも、もう買う限界が来てんのか。ごめんなさい、買う量の限界が来てた。ごめんなさい、買う量の限界でした。かしこまりました。承知いたしました。で、そう、本願寺とね通称ぐらいは結んどいて、めっちゃ怒ってるわ。我々との関わり合いを閉ざしております。閉ざしてる、閉ざされてる。ダメだな、一回怖ですねこれ。ちょっとね、さすがに今一騎時刻は確かに怖いんで、滅ぼされないとは思うんですけど、この状況。あー武田に本願についてるからか、武田に本願についてるからですね。あとですね、将軍家と同盟した場合、僕の宣戦布告相手がねほぼほぼいなくなっちゃうっていう大きな問題があるんですよ。正直宣戦布告前で稼がないとお米が持たんときは来てます。しかし将軍と同盟しちゃうと宣戦布告できる相手が西の方に全然いなくなっちゃう。浅井はね今同盟組んだところだし、将軍と同盟組まなければ、まあ北畠とか六角とかと宣戦布告ができるんで、届くなら再開無理か。でどうしようか、どうしようか。郡上八幡
いや、お金ないや。樹形にが長島。ああ、樹形に勝つか。マジか。武田と講和したならね、あの、ほう、助太刀いたす。すみません、そう、実はね、地球が持たん時が来るというのをね、イメージしてね、喋った今。武田と本願寺がね、同盟切れればね、本願寺と遠慮なく同盟組むんですけど。これより表情を行う。対名公案。神保と能登方面の欠点はあれですね、上杉との関係性。確か上杉とどっちかが同盟してたような気がする。これにて表情を終える。差し出し検知、いやー、微妙な量よりデバフを警戒するか。両方取ってきたいですね、干ばつと。嘘、やっぱり取っちゃおう。ご命令を。畠山か。畠山が上杉と同盟、神保畠山と同盟。まあ神保なら宣戦布告してありかなっていう感じしますね。ただまあちょっと今はね、遠征費用がないんで、お米、主にお米で遠征費用がないので、今はちょっと無理。闇取引中なんで米を買いましょう。取引を行いましょう。よし、もう何もできない。郡上八幡か。今僕吉達にコア投げてないのか。投げてないか。一回、まあ一回コアしましょう。これで一回戦いを終わらせたい。武田多分コア無理だと思うんですけど、木曽福島を取りに行くっていうのもありかもしれませんが、うつけの天下を望んでおるわ。あれ、僕朝倉に投げてないんだっけ。投げてないわ。承知いたしました。そうですね、金収入はだいぶ増えましたね。武田は当然乗らない。武田は乗らない。お、外貨の方法。外貨の方法ね、面白いですからね。結構ほんと良芸です。ご命令を。で、木曽福島を攻めて、講和会場なり何なりに無理やり持ち込むか。ああ、普通に出てこないのか。信玄め、なかなかダメか。ダメですね、諦めましょう。あ、そっか、お通夜の方が来たのか。嫁が来ました。嫁、無印しか持ってなくて、まだ大使として遊んでるんだったら PK 買うべきだと思います。ただもう大使に飽きたってなったら無理に買うことはないと思いますよ。斎藤と織田。浅井が六角を攻めてて、浅井が勝つ。関東関連、まあいなくなったらいなくなったでいいかなって。ご命令を。まあまあ、あれ、ああ、ああ、まあまあ、一応キルあるからいいや。で、こうなると右方城、郡上八幡を嫁にあげましょう。で、三好には帰ってきてもらいましょう。かしこまった。いやー、お通夜の方いいですね。お通夜の方やっぱいいな。僕ね、お通夜の方大好き。大好き。
三好のは一緒にいるとちょっと一緒にいて、喧嘩しても困るので帰ってきましょう。掘った道具付きかな。旅中、ああ旅中回復しましたね。なるほど、すいません、僕じゃあずっと勘違いしてたみたいですね。戦争ごとにリセットされるんですね。なんか旅的にそれでいいのかなっていう気がするんですけど、出てこないか。架空息子は出てこないですね。ひでりー差し出しを選ぶべきではなかったか。熱中症の 人々が次々に。これより表情を行う。いや対面かな。これにて表情を終える。今更ですけど干ばつ。いやーやっぱ早めにこの2つは取っとかないとダメですね。どこの国だろうが干ばつと洪水は。海上交易か。海上交易まで遠そうだな。兵糧割引狙おう。ご命令を。これシナリオスタート時からなんですけど、まだ取られてないんですね。むしろ北条が伸びきれてないですね。佐竹は滅ぼしたんですけど、いつもの北条に比べれば全然遅いと思う。やっぱり長尾が頑張ってますね。くさびになってますね。長尾がくさびになっている。で武田とは講和。承知いたしました。よし、これでこの講和期間にどうしようか。浅はかなり。どうしようか。取引を行いましょう。あれ、あ、僕飽きないし、俺やってどうする。闇取引だよ、闇取引。使えなくなってるし。痛恨の失敗。すいません。ちょっと痛恨の失敗しちゃった。いやー撤去。撤去。ここは防塁がないな。防塁。はい。茶屋。は。準剣。は。ここも茶屋はあるから、連兵場入れるか。ちょっと待ってね。この講和期間にできることは北に伸びるしかないですね。さらに北に伸びるしかない。武田本願寺は残り8ヶ月。武田本願寺が切れたら、あ、よし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 、次の武田戦までに本願寺と同盟しちゃいます。かしこまりました。まあやるか。この講和期間に行くか。15,000、2,500。神保は畠山は本願寺と同盟してるのか。あー、長尾と隣接は確かに。ちょっとごめん、これ危険かも。今時点では、越中では送らないんでしたっけ、謙信は。謙信も確か結構怒った、いろいろ怒ったと思うんですけど、ちょっと良くない気がする、これ。どっちにしても、越中行くってことは、能登まで行くってことだと思うんですけど、ちょっ
よ、ちょっと良くない気がするな。良くない気がしますね、これ。今、剣心と手切れはしたくない。いっか、やめとくか。やめとくわ。今川斎藤ワンス。まあまあ、講和期間が切れたら斎藤滅ぼしましょう。ご命令を。そろそろ同盟延長。はっ。一旦宣戦布告米を手に入れに行くのもありかもしれないですね。ここはダメ、将軍はダメ、本願寺ダメ、もちろん。やるなら、六角北畑ですかね。六角と北畑に宣戦布告してお米もらっときましょうか。ただ、秋の方がお米もらえる気がするんだけど。なので、秋になったら宣戦布告米もらいましょうか。あー、そっか。あそこ。これより、まあ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 。まあ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 。とりあえず斎藤家優先で。これにて表情を終える。対名公案。そうですね、福光 取ったら確かに。デジュ、闇取引。浅はかなり。かしこまりました。よし、転売じゃ。転売して、あ、普通にもう買えなかった、すみません。かしこまりました。いや、これで保留で。そろそろ斎藤に宣戦布告できるようになってますね。まあ、これは滅ぼしましょうか。やるか。今川に宣戦布告可能になってるけど、もしかすると今川は割とも上洛を意識してるかもしれないですね。そのまま上洛行ってほしい。そのまま上洛してほしい。そのまま上洛してほしいんで、行きましょう。立ちはだかる者滅するのみ。お、3400、かなり美味しい。かなり美味しい、3400。で、ついでに、北畑と六角と、こうは、まあ、やってしまいましょう。ちょ待って。7月、そういえば秋まで待つっていう話、どうしたっけ。まあ、いっか。いや、秋まで待とう。秋まで待っちゃおう。吉達、実はね、どうしようかなとね、迷い始めました、吉達の処遇に関して。ひねのは切るんですけど、ひねのはもう容赦なく切るんですけど、吉達はね、案外その、なんだろう、美味しんぼ的和解ルートも残されてるのかなと。出撃してこないかな。来ないか。一回は牢城戦しないとダメですね、これ。一回は牢城戦しないとダメか。あ、やった、出てきた。優しい。いいぞ、いいぞ。ちなみに吉達、スペック的には結構ね、微妙、大使だと微妙なんで、戦力的にはね、そんなではあるんですけど、そんなではないんですけど、なんかね、今、息子として、利光くんがすごい働いてて、娘婿の信長がめっちゃ助けようとしてて、で、娘婿のね、もう一人の娘婿の、頼綱くんを部下にしてるわけなんですけど、乱世は
うつけの天下を望んでおる。まあ若いルートもなんかいいかなっていう気がした。あれ、うっそ、引っ込んだ、引っ込んだか。ああ、まあ強行で行こう。さあ、この48日に引っ込んで、本願寺通称、よし、ご命令を。本願寺、本願寺、そうそうそう、あの最近特に大使になってから弱くなりましたね。大使になって弱くなった感ある、義達は。僕、あの敵、あの敵と定めた国の同盟国とは絶対同盟しない、したくないんですけど、したくないんだけど、本願寺があと武田と5ヶ月で切れるんで、ちょうどいいタイミングに本願寺と同盟組めそうですね。あと5ヶ月、4ヶ月目ぐらいに武田信玄が宣戦布告してくるフラグのような気もするんですけど。あ、闇取引忘れちゃった。使いの者が来たようですこれはね、心中させたいな、心中させたいな、心中させたいな。許す、許す。ついに、こういう展開になりましたこういう展開になりました。これは許しましょう。頭下げてきたんで、頭下げてきたんで許しましょう。ちなみにそのうち、ほら、3年頑張れば吸収できるんで、3年間和解して、3年間維持して、3年後ですよ。ほう、本願寺バリア、なるほど、確かに本願寺バリアでもある。確かに山岡志賀で美食クラブに入る展開ですね。これは、これはね、いい解決の仕方になりましたね。結果的に良かった、良かった、良かった。まあ、ということは残り3年間はノブを守る感じですね。寿命は僕ね、ゲームスタート時に伸ばし、そう、すみません、さっきも質問ありましたけど、ゲームスタート時に寿命は10年伸ばしてます、義達。いやー、闇取引、闇取引、ありがとうございます。いやー、なんかね、すみません、正直滅ぼし切った方が絶対いいと思うんですけど、あの戦略で言うならば。ただ、あの、義達が仲間になる理由付けになるな。という感じです。パワー。助立ちいたす。おっと、そうきたか。助立ちいたす。よし、これは、高岡城を取りましょうか。いや、高岡城を取っちゃうとあれか。本願寺隣接、ちょっと高岡城を取っちゃうことの若干心配があるんですよね。若干心配があるんですけど、同盟組む前に本願寺と隣接するっていうのと、まあ、か、いや、あの、北に無理に意識を向けることはないか。それよりこれ、あ、もう8日後だ。12000、12000はまずい。12000はまずいですね。そうですね、とりあえず、あの、宣戦布告前をもらうっていう意味で神保に宣戦布告しましょう。ちょっとこのタイミングで宣戦布告前をがっぽりもらいます。5000、4900、これはいい。これで、大軍動員して大丈夫だよな。大丈夫だよね。
立ちはだかる者滅するのみ。畠山は上杉と同盟してます。なので畠山はなしかな。あれ、あ、切れてる、ごめん、何かと、あれ、あ、切れたのか。切れたんならじゃあ畠山にも宣戦布告しとこう。立ちはだかる者、そうそう、すいません、どうしても、あ、力を貸しまった。まあまあいっか、まあいっか。ちょっと本願寺と若干、まあまあまあ、本願寺と隣接することがなくなったんで、今時点では吉達ガードがあるんで、よし、これで1万2000出して迎撃できるな。すいません、僕ねこれ見落としてたな。これね、ごめんね、旗印がなかったんで見落としました。そりゃそうだ、そりゃそうだわ。こうね、婿殿が、婿殿救援に行きましょう。このお米で今行くどう、今行くどうったって、あんた、あ、ごめん、宣戦布告してない、宣戦布告してない。今川に宣戦布告して婿殿救援に向かいましょう。立ちはだかる者滅するのみ。我が力を貸そう。いやー、吉達がね、吉達軍借りちゃう、借りちゃう、斎藤吉達軍借りれますよ。いやー、竹中半兵衛だろうが、斎藤利光だろうが、吉達だろうが、いやー、いいなー。ところでお前ら、お前ちゃんと全員部下いるんだろうな。引き抜かれたりしてないよね。大丈夫だよな、半兵衛忠誠7しかないけど。あ、クッキー、クッキー、これはね、3年後がめっちゃ楽しみですね。3年後めっちゃ楽しみですね。これは息子を守る必要が出てきましたね。こうなると息子を守らないといけない。あれ、ちょっと待って、まだ帰ってきてない、なんでだろう。あ、帰ってきた、帰ってきた。志果たさずして賞は終えられぬな。我が義には毘沙門天の加護ぞ宿る。やしゃな説。僕そういえば上杉謙信とまともに戦ったことほとんどないんですよね、配信で。長尾正影編で戦ったかなっていうぐらいなんですよね。ちょっと実はね、それがね、いつか戦いたいなと思ってます。上杉のりまさ、わしがいると万全じゃぞと言わんばかりに、こうか。これに舞姫をつけましょう。そうね、毎回ね、ついつい同盟しちゃうんですよね。三好、あー、まあ、と下げて増やして、あー、上杉のりも、あ、そっか、黄色か、黄色は確かに怖い、ごめんなさい、留守番。そうですね、もともと黄色はちょっと微妙な感じがしますね。これで鉄砲隊を高原諏訪城から出して、これでいいかな。26日後、マイナス5000、よしよし、進め。我が領内に敵が迫っております。これはまた榊原、榊原など堺っていう連戦コースですね。46日後、1日後、25日後、よし。いやー、これは、はい、今回はね、結構大きく進みました。吉達と和解しました。吉達が頭を下げてきて、あ、
3部隊目。逆にこうなったら武田を宣戦布告してくるかどうか分かんないですね。36日後、36日後だ、同時着弾、同時着弾、36日後、そうですね、浅井に援軍か、いいですね、浅井に援軍頼んで、いいですね、浅井援軍はあり、大いにあり。あー、兵糧が重いな、兵糧が重いですね、兵糧重いな。兵糧を使って借りて長島、まあ最悪あの稲葉山と長島をつっつくだけでもいいと思うんですよ。稲葉山と長島をつっついて兵減らして、道さんが榊原倒して、酒井倒して、今川義元倒せばいいんじゃないかなみたいな。そう、あの魚でお借りられるので、ね、結構そういう意味ではいい。朝倉もまとめて借りるとかね。そう時はもうね、いないといない代なんで、朝倉家17人、いやーしょっぱいですね、しょっぱい。いやー、マガラ、マガラ、山崎、一番強いのがね、この堀江影忠っていうレベルですからね。いやー、まあちょっとこれここまでしましょうか。これ対策は次回に回しましょうか。そんなわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。切りの悪いところですけど、まあまあ次回に引っ張りましょう。そんなわけで明日が僕配信休みなんで、明後日続きありますので、その時はぜひよろしくお願いいたします。で、僕この後天下人からはしごに入りますんで、はしごされる方は引き続きよろしくお願いします。それでは一旦放送閉じます。お疲れ様でした。